はい、ジュラシックパークの廃墟まで来ました。気温バトルやっていきたいと思います。さて何が出ますでしょうか。なるほど、はい、スコータトルから出していきたいと思います。今回からですね、移動速度をちょっと上げましてですね、速くしましたので、先手をね、取れる確率が142です。上がったと思いますが、さあ打っていきましょう。はい、これでまず向こうはですね、最初の優位な攻撃しか多分来ないと思うんですけど、何が来ますかね。あ、減速ね。はい、減速落としたらさすがに負けますが、まあ、ここで1回ですね耐えときましょうと。はい、移動速度は1ターンですかね、これ減速効果。3ターン取られるとちょっとさすがに無理だな。まあでも1回これで、はい、即時妨害打っとけば一撃離脱しますね。そうすると次変わったものでも先手を取れる確率が上がるんですが、さすがに取れないか、さすがに取れないか、きついね。はい、まあまあこれ1回でやられる。はい、やられるね。はい、ではここからですけど、向こう先制持ってるのでちょっと厄介なのでね、困りましたね。どうしようかな。ここで変に1回取られるのはちょっと嫌なので、はい、これでまず行きますが、まず多分これで打ってくるので、あ、先手打ってこなかったね。先手打ってこないんだ。そう、先手をここで取ってるのか。そういう手で来ますか。はは、ここで打ってくる、ここで打ってくる。はい、まあこれでかからなければ、こっちが打てますので、はい、倒しときましょう。さあここで打ってきたか。なるほどね。はい、ではここで打っていきましょう。あ、これスタンの方が良かったかな。これでやられちゃう可能性があるからな。あ、耐えれましたね。耐えれまして、向こうも2勝してるのでちょっと楽勝ムードでしょうかね。はい、ではこっちがこれでスタンかかってくれないとちょっと体勢的には厳しいんですけど、はい、かからなかったようなので、これだと苦しいのでちょっと変えてきますが、はい、これではスピード落ちませんから、はい、今度こっちが2倍打ってきますけど、さあこれでアーマーが破れるのかな。ちょっときついかな。大丈夫でしたね、ギリでしたね。さあここで2勝して並びましたが、お、ディプロタトル出てきましたね。さあここで、はい、どうしようかな。ここでこれ打つしかないのかな。ちょっと勝ち目がなさそうなのでこれ打ってみますけど、はい、猛攻が来ましたね。はい、猛攻に耐えられれば、はい、ここで打っていけますので、はい、勝ちですね。はい、ということで、まあまあこれ面白い戦いだったんじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございました。向こうね、先制ね、ソロドル早く打った方が僕は勝てたと思いますけどね。はい、ということで、はい、勝ちましたと。